え三上さん、今日の夕方にどすこいさんのすれ違いましたえどこ。どこでですかえ嘘うそえ,えどこで <laughs> あら、そうですか。夕方、関西空港だ。あら、そうですか。あらいつの間にか見られてるんですね。あら、声かけてくれてもよかったのに。あら、そういう視線全然感じなかったですけどね。関西空港、ちなみにどの辺ですか <laughs> もしよければ。 ええー、そんな、ええー、いたかないたってか、そんなってか、なんか視線とか感じたかなええー。<laughs> おかえりなさい。はい、ただいま。<laughs> ええー、やっぱり視聴者さんいるんですね。ふかちゃんみなさん、どすこいホリデーの2日間だったんですね。そうそうそう、どすこいホリデーでした。うん。ちゃったんはいいわ。でね。 えっとみゆけみさん今日は恋のトーンが高いし元気ね人間に戻ってくれてよかった。うん、だって本当にね本当にリフレッシュしたんですよ。本当ね気持ちよかった。<laughs> いやーいいわー。でやっぱりねあの本当思ったんですけどねやっぱ完全に忘れる日っていうのも必要だわやっぱり。やっぱりね、うん、もう完全に YouTube のこと忘れてね人間も人間もやめてね。 うん当にもう何にも考えずにねのんびりする日がねやっぱ必要だと思いましたうんそれをねあのー、することでねあの何、ー、なはなはなそれをすることでもっと頑張れるなって思いましたうん動画撮ればいいってもんじゃないって、ね、思いましたよいしょうんと三上さんエアロプラザから駅へ向かうところです エアロプラザから、ああ、あのエスカレーターに、ね、止まってたんですよね、エアロプラザ。ああ、エスカレーター止まってるわと、うわー、やば、あの、もう本当にもうなんか関西空港、もうなんか限界だなと思って歩いてた時、あん時人とすれ違ったかなえー、<laughs> 記憶がないです。うんあ、そうですか。うん、そっか。うん 関西空港だったらやっぱ視聴者さんいるんですね。沖縄で、ちなみに沖縄でドスコイン見たって人いますい,いないでしょいる、いるのかな全く視線を感じなかったけど。 ふか、うん、ちゃんもさいつもより1億タ位も声が高いですよ一1億単ーも高くないですよ。<laughs> まあでもねもう本当にねあの気持ちが晴れてねうんもう3月だから疲れてたんですよねもう毎日毎日編集編集もうずっとなんかどすこいあの動画の中で言ってたでしょもう疲れててもうしんどくてって言ってたでしょ、うん、それ毎日毎日ね編集編集ばっかりやったらさしんどいわ。ねそうそうそう。でねあの えっと、三上さん、ひょっこひょっこ歩いてらっしゃいました。<laughs> ひょっこひょっこ歩いたでしょねえ、<laughs>